ガイルが知りたいみたいだね、どうやらね。あ、そうです、あのガイル、ガイル使わなくて、あのガイルの対策を教えてもらいたいですね、ガイルの。そうだね、ガイルの対策を知った上でガイルの方がいいなってなって、うん、ガイルを使うんだよね。そうなのかもしれないですね。いやいや、ちょっと今明確に困らせてしまった気がするわ、ね、今そ の, そのうちね、今はだってジュリで、うん、シシロハイ頑張るんだもんね。そうです、そうです、そうだよね。うん、だいぶ強いよね、正直。だって1ヶ月やってるぐらいでもうゴールド5でしょ。3日でゴールド5は天才で、ゴールド天才です、はい、プラチナもいけると思うよ俺。いや、プラチナ上にあのダイヤまでいけたらなんか、いやー、優勝できるんじゃないかな。 やばいよ、超強いよそれは。いや、難しい、まだ難しい。いや、すごいよ、ゲーム上手い人ってゲーム上手いんだなってね、やっぱ見てると思う。プルルちゃんとかにも教えてもらってたのも見てたし、飲み込みも早いもんね、うんうん、で、ガイル対策なんだけど、ガイルはこの弾とこの弾があるんだよ、速さが違うやつ。あ、そう、ま、教えたくないんだけど教えたくないんだけど、はい、教えたくないんだけど、まあ、シシロハイに向けてという話なので、うん、ちゃんと説明すると、ありがたいわ、教えてくれた。多分、まあ、戦うか分かんないんだけど、うん、戦う可能性のあるガイルは、うん、基本的にはこれしか出さない、うん、これしか出す、え、これが、ね、これしか速度が違うんだけど、はい、一番遅い球しか多分出さない。あ、これはただまあ分からない、これはその対戦相手の方が、一応名前を伏せるけどね、うんうん、対戦相手の方が成長したらこっちも出すようになるから。あ、了解です、了解です。それはそうそう、向こうの相手の人がもしガイル戦った時に相手が速い球出したら、はい、相手の人が、あ、すげえ練習したんだなってなる。うんうんうん、怖いな。モダンのガイルは基本的にこの球しか出せないの。あ、そうなんだ。あとこれもあるけど、クラシック、え、そう、これクラシックじゃないと出せないんだ。ね、コマンドを入力しなきゃいけなくて、弱中強のボタンで速度が違うのよ。ごめん、殴っちゃった。だからまあ基本的にこの球をパリして、ね、いや、むずいわ。なんか私今なんか近づけて、あのこれ大攻撃しようとしたんだけど、タイミングが、そうだね、これだよね、なんかスピードが間に合わないんです。そうだね、多分ね、飛んじゃった方がいいかな。そうだね、うん、そうやって飛ぶとか、飛んで近づいてジャンプ攻撃を打つとか、うんうんうん、あとはめくりかな、相手の裏に飛ぶ攻撃のことだね、うん、あー、め、はい、それこれ教え、教えてもらった。ああ、これね、これ超強いよ。これね、ゴールド耐えでさ、めちゃくちゃボコボコにできて、多分そうだよね、気持ちよかった。本当に。これ多分ね、相当気持ちいいと思うよ。気持ちいい。めくりはマジで強い。だから、これをパリでめっちゃ取って頑張って近づいて、はい、そう、今だと、そう、表だから、もうちょい近づいて裏だね。そう裏ですか、裏がいいんだ、そう、 裏に向かって飛んでその攻撃、そう、okay. そう、あ、これスカウター入った、うまー、ゲームマジか俺これいつかリットちゃんにストローク教わる日来るかもしれんわ。いや、そんなことない。いや、待って、うま、すごいな、これはマジで強いと思う。これ裏になんか飛ぶ必要、必要があるのがあれ、うん、あのガードしてるから、裏から攻撃したらガードできないって感じですか。そう、あとこれガイルの大好きなこれが前方向にすごい当たり判定があって、うんうん、後ろに当たり判定がないのよ。ちょっと飛んでみて、うん、はい、あ、それめくりだ、前で飛ぶとこうやって落とされるんだけど、いつもこれで落とされる。そう、ちょっと近づいて飛んでみて、ちょっと近づいて、はい、ちょっと当たんないのよ。当たらない。そう、裏に飛ばれると当たらないので、あー、もう偉い、偉いよこれは、覚えとく、偉い。今
今画面端からそのまま前飛びするとね、今の状況でここからパリーを取らずに前に出ずにこうやって飛ぶとガイルのサマソの距離だったね。そう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 、だからあそこで歩かずに飛んじゃうと、まあ、ずっと画面端だったんだけど今歩いて飛んだから脱出できました。スカウトできた。基本的にねサマソ外したら攻撃チャンスだと思って今ガイルは。やばいやばいやばい人のコメントが見えた今。なんて今なんか危ない動機が。姉さん違いますよ。姉さんガエル強いって話をしてます今。今そうです、多分ガエル強いの話してます。ガエル強い、ガエルやだよねディットちゃんね。そう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 、そうガエル強いなと思ってるもん今ね。やばいやばい、危ない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 。ガエルはで、うん、頑張って歩いてめくり飛びだね。はい、うん、オッケー頑張っ、あそれ狙っていこうか。いや別にあの姉さんをねあの応援するつもりでやってますからね今日は、うん、やっぱ姉さんと戦う相手の力量っていうものを非常に、まあ、正確に測り、かつ、ガエルというものの恐ろしさを覚えてもらうために今日はやりましたから、まあ、そういう意味では非常に効果があったんじゃないかなと思います。姉さんがねちょっと体調崩してるみたいでね、元気になってからまたストロークやってもらえたらなと思いつつ、姉さんにもガエルの素晴らしさをね伝えていけたらなと思いますけどね。うん、僕はあれですからね、村の一員ですからね、やっぱりガエル村の一員ですから、はい。